ロンドン動物園で休息するオベイシュを見物する群衆、フワン・カルロス・でボルボーン撮影。オベイシュ初衆の動物園案内によれば、1849年にロンドン動物学会評議会はナイルガー流域に生息するカバの入手を計画した。それは、かつてローマ皇帝がサーカスを催した際に開いた。 野生動物の大展示会に何度もカバが出品されていたという古記録に基づいたものであった。古代ローマ以来1500年の長きにわたって記録が途絶えていたカバについて、ロンドン動物学会評議会は捕獲及び輸送についてかなりの自信を持っていた。入手計画には当時カイロに駐在していた大英帝国総領事のチャールズ・オーガスタス・マーリーが尽力した。マーリーは エジプト総督のアッパースパ社の協力を得て、特別に編成された狩猟チームを派遣した。同年7月、狩猟チームは、白ナイル川のオベイシュ島で、カバの捕獲に成功した。捕獲されたカバは、生後3日目くらいのオスの子カバであった。アッパースパ社はこの子カバの他に、メスのライオン、チーターを、それぞれ一頭ずつマーリーに贈呈した。 アッパースパシャはさらにメスのカバをもう一頭入手することをマーリーに訳し、軍の一部隊をシロナイルガー流域に派遣していた。マーリーはアッパースパシャの計らいに深く感謝し、ロンドン動物学会事務局長宛てに一通の手紙を送った。八百四十九年十二月十六日付のその手紙にはアッパースパシャの贈り物を動物学会が評価している証明として、 早急にグレーハウンド犬をパシャに送るべきだと案に催促していた。捕獲されたコカバはオベイシュ島からカイロに輸送された。マーリーはコカバのために大英帝国政府特別出張所内に特設の水槽を作らせコカバはここで越冬した。コカバは牛乳で育てられることになった。この時コカバが毎日33リットルもの牛乳を飲んだためにカイロでは 牛乳が不足状態となり、特別に父牛の群れを取り寄せたという話が伝わっている。だから、カバの話の著者で、写真家の宮島康彦はこの話に注目して、ここで興味深いことは、世界で初めて動物園に入ったカバが人工哺乳で育ったということだと記述し、20世紀後半の日本であった2件のカバの人工哺乳例を取り上げている。 1850年4月3日付のロンドン動物学会議事録にはコカバの移送準備についての記載がある。コカバをライボン号という蒸気船で移送するためにサウサンプトンで水槽などを製作することや船舶会社 P&O と協議して準備に当たることなどが記録された。コカバには年老いたアラビア人の男性が飼育係として付き添い、 エジプトのアレキサンドリア港からイギリスに向けて出発し、マーリーもこの船に同乗した。ライポン号は1850年5月25日の夜10時頃にサウサンプトンに到着した。サウサンプトンからは特別列車で移送されることになったが、コカバは飼育係によく懐いていて、健康で大人しい性質だったために蒸気船から列車へ乗り換え、 さらにニューマ社から新しい住処となるロンドン動物園に移動する強行日程となっても何の問題も起こらなかった。コカバは捕獲された場所の地名に由来してオベイシュと名付けられた。オベイシュは即座にロンドン市民たちに代表判となった。オベイシュが来園した1850年にはロンドン動物園の入園者数は過表のように激増している。 それまで財政状態の悪化と赤字に悩まされていた、ロンドン動物学会と動物園にとって、オベイシュは、救世主的存在であった。その人気にあやかって、カバのポルカという曲まで作られた。カバのポルカの表紙アッパースパッシャは、1853年に、メスのカバをロンドンに贈呈した。このカバはようやく1歳になったばかりの、アドヘラという名前のメスで、オベイシュと同じ国の生まれであった。 オベイシュとアドヘラの間で出産が記録されたのは、アドヘラの来園から18年が経過した1871年2月のことだった。宮島は、この点について、この事実はかなり長い間、同室で変われなかったことを推察させるのだが、そのあたりの事情は定かではないと指摘している。初めて生まれたオスの子カバは、わずか3日間の命であった。 次のメスのコカバは1872年の1月に生まれた。ロンドン動物園はこのコカバをアドヘラから引き離して人工保育に切り替えたが4日目に死んだ。結局無事に成長したのは1872年11月5日に生まれた3番目のメス、ガイ・フォークスのみであった。アドヘラとガイ・フォークス星、オベイシュは27年9ヶ月の間ロンドン動物園で飼育され、 1878年3月11日に死亡した。同年3月13日付のタイムズ氏は、動物学会の会員及び支持者諸氏は、老いたカバの死を知って悲しまれることであろうとの書き出しで、その死を報じた。アドヘラは、オベイシュの死後約4年生き、1882年12月16日に死亡した。 ガイホークスは1908年3月20日に死亡し、オベイシュの決闘は結局耐えた。G.C. ボンバス著のフランクバックランドでには、オベイシュの脱走についての記述がある。フランクバックランドは陸軍の外界の職を辞して、博物学者の道を選んだ人物で、ビクトリア朝における熱心なナチュラリストであり、大衆向けの著作を多く手がけていた。当時のロンドン動物園園長は、 A.D. バートレットで彼は1859年7月からこの職に就いていた。ある日の早朝、飼育係の一人がバートレットの家に駆けつけてオベイシュの脱走について報告した。オベイシュは飼育係が小屋の修理を依頼するために大工を呼びに行って不在だった隙をついて後ずさりしてドアを押して逃げ出すことに成功していた。バートレットは他の人々に退避を呼びかけた。 バートレットは、飼育係を呼んで、星草で、オベイシュはおびき寄せようと試みたが、オベイシュは星草を食べただけで、なかなか小屋に戻ろうとしなかった。バートレットは一景を案じて、飼育係のスコットという男性を呼んだ。この男性は、オベイシュに嫌われていて、彼の姿を見かけると、オベイシュは必ず追いかけていた。バートレットは、スコットの目前で、銀行紙幣をちらつかせた上で、 カコイチの入り口を開けて、道の突き当たりで、オベイシュに姿を見せてから逃げるようにと指示を出した。スコットは、バートレットの意図を了解して、オベイシュを怒鳴りつけてから逃走を始めた。オベイシュは、当然怒って、スコットを追いかけた。スコットはカコイチに入り込んで、クイの上に登った。オベイシュが、もう少しで、スコットに追いつきそうになった時、カコイチのドアが閉められた。 オベイシュが捕獲された直後に新聞記者を乗せた辻馬車が到着した。記者のカバが逃げたんですって。という問いかけに対してバートレットは、いや、そんなことはありませんと応じ、カバはちゃんと自分の小屋の中にいますよ。来てごらんなさいと答えたという。だから、カバの話、P169 には日本での実例として、1983年の 沖縄の一例と1994年の長崎での一例について記述している。沖縄のコカバは3日目に死亡したが、長崎のコカバは無事に成長した。ただし、長崎の一例では19世紀の飼育例や1983年の沖縄の例が把握されていなかったために、初めてのカバの人工哺乳として取り上げられたという。 英語版の11セプテンバー2013あと23時16分時点では、アドヘラのロンドン到着を、1854年7月22日と記述しているが本校では、ロンドン動物園150年、P99 の記述を採用した。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ、ベバーズ、ピアニッシも、 九十六から百。a b c d e f g h i j k l m n 大宮島。ピアニッシモ。百六十八から百七十四。abcdef マスアニマルズロンドン。動物学会ウェブサイト。二千十四年四月十九日。閲覧。a b c d e f g h i j k l m 宮島。ピアニッシモ。百七十四から百七十五。a b c d e f g h i j k l m n OPQRSTU、アペスックコモンヒポポタマス2014年4月19日、閲覧。ABCD ベバーズ、P33、L ストリート、マーズヒポポタマスポルカペンスペシャルコレクションズ、ケッファコレクションオブシートミュージック、さ、1790から1895、2014年4月19日、閲覧。 ザヒポポトマスポルカ、J スコラーシップ2014年4月19日閲覧。ABCDEFGHI、ベバーズ、ピアニッシ九98から99、ベバーズ、ピアニッシ八84から85、ベバーズ、ピアニッシ七76から84。ありがとうございます。